エヴァン様。なあ。エヴァン様、もう少しです。ほう。さあ。はい。ねえ。いや。ええ。ああ。エヴァン様、
そんな。すぐに片付けます。おけがはありませんか？なあ。ええ。ほう。油断するなよ。先を急ぎましょう。油断するなよ。先を急ぎましょう。
に片付けます。エヴァー様、もう少しです。すぐに片付けます。お怪我はありませんか？油断するなよ。おけがはありませんか？見つけましたよ、エヴァン様。あなたにはここで死んでいただかねばなりません。中大院、長きにわたるニャウ族の王権は終わりを迎えるのです。さあ、逃げ場のない地下水道、あなたたちは袋のネズミですよ。ここは私が時間を稼ぎます。黒騎士相手では勝ち目がありません。でも、アルは、エヴァン様はゴロネール王国の希望です。こんなところで終わってはいけません。エヴァン、
はあ。なあ。油断するなよ。準備はいいか。油断するなよ。油断するなよ。何？しまった。エ
バー。はい、アルビニー。クソ、エヴァン様、王におなりください。え、王妃様が亡くなられたあの日から私はエヴァン様の母であり姉であり友でありたいと思ってきました。分かってる、分かってるよ。私はエヴァン様の未来を、立派な王となられる姿を見とうございました。でも王になるなんてやっぱり無理だよ。王なんて僕には無理なんだよ。エヴァン様は誰よりも優しい心をお持ちです。エヴァン様、私には見えます、みんなが笑っている素晴らしい国、アルフィニー、その国を治めているエヴァン様の姿が。エヴァン様、真の王となり、この世界をお救いください。アル、アルフィニー、アルフィニー、アルフィニー。わかったよ、アル、やってみる。僕は作るんだ、みんなが笑っていられる国を、アルが望んだ王国を。物音がしたぞ。いたか。ここは危ない、行くぞ。あ、アル。エヴァン、何がそんなに悲しいの？何がって、大切な人がいなくなったんだ。ずっと一緒にいてくれると思っていたのに。そうなんだ、それは悲しいね。でもさ、別れがあった代わりに出会いだってあると思うんだ。出会い？そう、大切な人と別れてすごく悲しいかもしれないけど、出会いもあったんじゃない？これからもっともっといろんな人と出会うかもしれない。その中にはまた大切に思える人ができるかもしれない。生きるって難しいよね。大切な人と別れて、その代わりに誰かと出会って、いろんなことに迷いながらゆっくりと歩いていくものなんだと思う。そう、そうだね。ごめんごめん、なんか偉そうに言ってるけど、これ全部ある人から教えてもらったことなんだよね。ある人？じゃあ僕はもう行くね。また気が向いたら会いに来るね。じゃあ。ああ。